アロハー、アマカタエバンです。全10回でお届けするハワイ不動産購入シリーズ、9回目の今日は決済引き渡しと購入後の事務手続きについてお話します。ハワイの決済引き渡しは当日の朝、エスクローから無事登記されましたという連絡が入って終了となります。おめでとうございます。これであなたもハワイ不動産のオーナーになりました。後日エスクローから最終明細書、登記された名義書のコピー、返金があればその小切手が送られてきます。重要な書類なので大切に保管しておいてください。慣れない購入手続きがやっと終わりました。購入後も事務手続きがいくつか残っていますので忘れないように注意してください。まずは光熱費、ケーブルテレビ、インターネットの手続きです。建物によってサービスが違いますのでご注意ください。次に管理費の支払いの設定です。シュアペイという自動引き落としサービスがありますのでご利用ください。固定資産税の支払いも発生します。ハワイでは年2回、2月と8月に納付します。ハワイでは初回の通知が期日までに届かないことがあります。この場合は税額を調べて納付するようにしてください。保険の加入も忘れてはいけません。ハワイでは火災だけでなく廃物、大家さん保険など適用範囲が広いので必要に応じてプランを検討してください。管理会社選びも必要かと思います。もろもろの支払いにハワイの銀行口座が必要になります。支店に赴く必要がありますので最低100ドルとパスポートをご持参ください。いろいろと手続きが煩雑なのでお使いのエージェントに手伝いを依頼してみてください。さあ、これで最終回を残すのみとなりました。次回は融資についてお話します。それでは Until next time、 マハロー。